皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは、数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。現在、反応速度の記述法の一つである質量作用の法則について話しています。本法則によれば、ここに示すような反応模式に対して、反応速度式は、反応物濃度のべき乗の積で表されます。このことが正しいことを確認するため、これまで簡単な反応模式において反応速度式の導出を行いました。今回の動画では、一般化されたこの反応模式においても質量作用の法則が成り立つかどうかを考えます。本動画で行っている反応速度式の導出では、反応に関与できる分子の組み合わせ数を求め、これが反応速度に比例するという仮定を基本にしています。前々回の動画では、関係式の物理的意味を分かりやすくするため、組み合わせ数の計算式を少々手がかかる方法で導き出しました。一方、皆さんは N 個のものの中から R 個を取り出すときの組み合わせの数が1式で与えられることを高校で習っていると思います。そこで今回は、この式を一般化された反応模式へ適用し、得られた組み合わせ数の式から導かれる反応速度式が質量作用の法則を満たすことを示します。ここからの内容は私の考えに基づきます。今、体積 V の空間に反応物 A、B、C などがそれぞれ NA、NB、NC 個ずつ存在するとします。各分子は空間内に均一に分布しています。すべての分子は反応に関与することができ、2式で与えられる反応模式に従って別の物質へ変換されていると考えます。ここで A、B、C などの分子の組み合わせを考えましょう。最も簡単な方法は、まず各分子ごとの組み合わせ数を求め、次にこれらを掛け合わせることです。例えば、分子 A において各分子はすべて同じ A という化合物ですが、これらに1番から NA 番まで番号をつけて区別します。まず NA 個の A 分子では A 個単位で反応に関係します。よって NA 個の分子の中から A 個の分子を取り出して組み合わせるならば、その数は3式のように与えられます。次に同様の操作を行うと、B 分子の組み合わせ数は4式で与えられます。C 分子以降についても同様の式が得られます。その結果、2式の反応に従うすべての分子の組み合わせの数は、今求めた種類の異なる分子の組み合わせ数の積になります。反応速度 R は、反応に関わることができる分子の組み合わせ数に比例すると考えられます。そこで6式を設定します。一方で、反応の起こりやすさは空間の分子密度、すなわち濃度に大きく依存するので、6式を7式のように濃度の関数として表します。ここで各種類の分子の数は、一般には両論数の値 A、B、C などよりも十分に大きいので、これらを各種類の分子数で近似しています。ここで L はアボガドロ数を表します。次に、7式へ速度定数 K を導入するならば、反応速度式は8式のようにまとめられます。これより
2式に対して反応速度式は各反応物のべき乗の積として与えられ、質量作用の法則が成り立つことが明らかです。次に得られた結果の正しさを簡単な反応系でチェックしたいと思います。5式から得られる組み合わせ数を前回前々回の動画で導いた組み合わせ数と比較し、両者が一致すればこれらを用いて得られる反応速度式は同じとなり、8式の正しさを確認することができます。まず両論係数が1である A のみの反応について考えましょう。9式の反応模式に対して組み合わせ数は10式で与えられます。この式は前々回の動画その1で与えたものと同じです。結果として反応速度式は11式のような濃度 A についての一次反応式となります。次に両論係数が2である A のみの反応について考えましょう。12式の反応模式に対して組み合わせ数は13式で与えられます。この式は前回の動画その2で与えたものと同じです。結果として反応速度式は14式のような濃度 A についての二次反応式となります。次に両論係数が3である A のみの反応について考えましょう。15式の反応模式に対して組み合わせ数は16式で与えられます。この式は前回の動画その2で与えたものと同じです。結果として反応速度式は17式のような濃度 A についての3次反応式となります。最後に両論係数が1である A と B の反応について考えましょう。18式の反応模式に対して組み合わせ数は19式で与えられます。この式は前々回の動画その1で与えたものと同じです。結果として反応速度式は20式のような濃度 A と濃度 B に対してそれぞれ1次であり、これらの反応次数を足した2次反応式となります。以上の結果、21式で表される反応模式に対して反応速度式は22式のような反応に関係する反応物濃度のべき乗の積で与えられ、これは質量作用の法則を満足することが示されました。ここで前回の動画と同様に22式中の係数に注目しましょう。本式中には濃度 A に対して A 乗、濃度 B に対して B 乗、濃度 C に対して C 乗などとした時の値を式へ代入した時に過剰に大きくなる反応速度を調節するための係数が含まれています。しかし質量作用の法則により与えられる反応速度式ではこれらの調節係数が速度乗数中に隠れています。したがって真の速度乗数について議論する場合、調節係数の考慮が必要であるかもしれませんね。今回の動画ではべき乗速型式、質量作用の法則その3についてお話ししました。その内容をまとめます。1、質量作用の法則に基づき設定されるべき乗速型式は、反応速度が各時刻において反応に関与する分子の組み合わせの数が比例すると仮定することにより導かれる。2、質量作用の法則に基づき設定される速度式には、
各反応物濃度を式中へ直接代入するとき、過剰に大きくなる反応速度の値を調整する係数が速度乗数に含まれていることを明記すべきである。 3. 以上からべき乗速型で与えられる反応速度式が質量作用の法則において成り立つことが明らかである。反応速度式が反応に関係する分子の組み合わせの数に比例すると考えると、質量作用の法則をうまく説明できるという事実はこれまでに私が読んだ本に書かれていませんでした。しかし世界は広く、また人は似たようなことを考えるものです。もう少し広く検索すると、どこかに同じようなことが書かれているかもしれませんね。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画まで。ごきげんよう。